マーキュリーカップの予想の方していきます。よろしくお願いします。早速ですが、本命は9番の K.I. パープル。こちらからいきます。佐賀記念で重賞初制覇、前走の平安ステークスでは左回りを克服して帝王ケインズの2着と好内容でした。今回の金量55キロはタウマと比較しても恵まれた感じでして、断然有利と言ってもいいですよね。さらには展開面でもこのレース前に行きたい馬が多くて、その馬たちを4、5番手あたりで見ながら直線抜け出してくるような感じでレースを進められそうで、稽古内容も非常によく充実一頭、信頼できる軸馬になってくるのではないでしょうか。対抗評価にはバーデンバイラー、3連勝で前走重賞初挑戦も大敗、クラスの壁に結果泣かされたわけなんですが、地方交流競争はばらける展開になりますので、決して逃げなくても先行行為からでも競馬ができるのではないかなと。血統的にもマルシュロレールの弟ということもあり、まだキャリアも浅く4歳馬、今回あたりは違った一面、新たな一面を見せてくれないかなと、ちょっと希望的観測もありますが、前を見ながら K.I. パープルについていければ同じような競馬もできるのかなと。基本的には前に行く馬たちは厳しい展開で 4,5 番手あたりにいる馬たちが伸びてくるかなというのが私の今回の予想です。黒三角にはギガキング、一応黒三角の評価はつけましたが、あくまでもこの馬も前が速くなって展開が向いてハマった時という漁夫の利があっていいかな程度の評価ですかね。盛岡コースも2戦2勝でして、もちろん相手関係が全然違いますので、そのあたりは評価できませんが、地味に力をつけてきている印象です。印的には白三角1番手までの競馬だと思うんですけど、エル・デュ・クラージュは先ほど挙げた上位評価した馬たちのちょい前で競馬をしていると思いますし、展開の利があれば当然馬券内に来るかなという感じ。テリオスベルは内枠がちょっと嫌ですよね。連勝の勢いは買いますし、筋量面では52キロということで有利なんですが、バテない強み筋量を生かしてどこまでか。名将粉塵は逃げなかった時は3番手あたりにいるのがこの馬で、やはりバテ合いでどこまで粘れるか。で、このレースの人気になりそうな名将カズサとノーバレンダは、私的にはちょっと評価を下げて前はきつくなるということで、もし行ききればノーバレンダの方がまだ馬券的に残るかなということで、最後に買いたくないですけど印だけはつけました。上4頭で決まってくれないかなというのが私の予想です。